ビットオリオ・エマヌエーレ・オルランド。ビットオリオ・エマヌエーレ・オルランド。1860年5月19日から1952年12月1日はイタリアの外交官で政治家。第一次世界大戦当時のイタリア首相でパリ講和会議の同国主席全権。オルランドはシチリアのパレルモで生まれた。彼の父は王子主であり、オルランドが生まれた時に ジュゼッペガリバルディの先人隊がイタリア王国統一のためシチリアに進駐してきたため出生届の提出を遅らせている。1897年、オルランドはパルティニーコ地区代表としてイタリア会員の大議員となり、1925年まで再選され続けた。オルランドは1892年から1921年の 間に5回イタリアの首相を務めたジョバニジョリッティを支援した。政治家として果たした役割も大きかったが、オルランドは法課の教授でもあり、法律や判例に関して100を超える著書を残している。オルランドは自由主義派の政治家として様々な大臣になった。まずジョリッティ内閣で1903年から文部大臣を1907年から1909年まで 法務大臣を務めた。さらに内閣で1914年11月から1916年まで、再び法務大臣となり、内閣で1916年から内務大臣を務めた。第一次世界大戦下のイタリア戦線において、1917年10月25日、いわゆるカポレットの戦いで、イタリア軍が大敗し、ボセッリ内閣が退陣した。 オルランドはその後を受けて首相となり戦争終結までイタリアを指導した。オルランドは優れた指導力を発揮し、1915年にイタリアのダルマチア獲得権を明記した秘密協定であるロンドン協定活用して連合国の支援を受けることに成功する。オルランドはイタリア世論を鼓舞し、ついに1918年11月のィットリオ・ベネトの戦いで、 イタリアの勝利を決定的にした。オーストリアイコールハンガリー軍の崩壊により、イタリア戦線は終結し、オーストリアイコールハンガリー帝国は終焉を迎えることになった。この勝利により、オルランドは勝利の首相と呼ばれるようになった。オルランドは首相であったが、1919年のパリ講和会議でイタリア主席全権を兼務した。オルランド内閣で、 外務大臣を務めていた保守派のシドニー・ソンニーノがウェールズ人とのハーフであり英語が話せなかったためと言われる。オルランドとソンニーノの方針の違いは会議が進むにつれて明確になっていった。オルランドはアドリア海の重要な港湾とシフィウメ、原理エカを獲得する代わりにダルマチア地方の活条件の放棄を考えていた。 ソンニーノは、ダルマチア地方こそ重要だと主張した。結局、イタリアは両方要求することになった。しかし、アメリカのウィルソン大統領の民族自決の方針により、いずれの領土も得ることはできなかった。オルランドは1919 19年4月に突如会議を退席するが、結局翌月に戻って、ベルサイユ条約にしぶしぶ署名した。 フランスの首相ジョルジ・ュ・クレマンソーはオルランドを泣き虫呼ばわりし、オルランド自身はあの時我々の要求が全く受け入れられないと分かった時私は床にうずくまった頭を何度も壁にぶつけた泣いた死にたかったと呟いたというオルランドの政治的立場はパリ講和会議でイタリアの要求を通せなかったことから非常に弱くなった結局 フィルム獲得失敗を理由に1919 19年6月23日に首相を辞職した。1919年12月、オルランドはイタリア会員の議長となった。1922年、ムッソリーニが政権を取った当初、オルランドはムッソリーニを支援した。しかし1924年、ジャコモ・マッテオッティが暗殺されたのをきっかけとして、1925年、 オルランドは会を辞職し、政治家を辞めた。1935年、ムッソリーニがエチオピアに侵攻すると、オルランドはナショナリズムを触発され、ムッソリーニに新書を書いて、再び政治世界に戻った。1944年、ムッソリーニの失脚を受け、オルランドは保守民主党の党首となった。そしてイタリア会員の議長となり、1946年まで務めた。 1946年にイタリア憲法制定議会議員に選任され、1948年にイタリア元老院の終身議員に指名された。1948年、共和国となって初めてのイタリア大統領選に出馬するが、ルイージエナウディに敗れた。1952年、オルランドはローマで死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。